仮免試験が終わり、寮に帰ったその日の夜、僕はかっちゃんに呼び出された。個性の話。ずっと気色悪かったんだよ。無個性で出来損ないのはずのてめえが、どういうわけだか遊泳合格して個性発言しててえわ。てめえ前に言ってたよな、自分の個性は人から授かったものって。オールマイトからもらったんだろ、その力。個性の話と言われた時、何のことかはもう分かってた。言いつけを守らなかった報いだった。聞いてどうするの。てめえも俺もオールマイトに憧れた。ずっと石ころだと思ってたやつが、知らん間に憧れた人間に認められて。だからよ、戦えや、ここで今。え、待てよ、なんでそうなるの。てめえの何がオールマイトにそこまでさせたのか確かめさせろ。来いや。マジでか、ガッツァン。なんで俺はオールマイトを終わらせしまってんだ。俺が強くてミランにさらわれなんかしなぎゃあんなことになってなかった。どうすりゃいいかわかんねえんだよ。ずっと抱え込んで、僕なんかよりずっと悩んでたんだ、考えてたんだ。この戦いに意味なんてないかもしれない、それでも僕はやらなきゃ。ガッちゃんの気持ちを今受けられるのは僕しかいないんだから。やるなら全力だ。何もねえ野郎だったくせに、俯瞰したような目で見てきやがって。その態度が目障りなんだよ。僕にないものをたくさん持ってた君は、オールマイトより身近なすごい人だったんだ。だからずっと君を追いかけていたんだ。勝利の権限、悪いけど君に勝ちたい。僕を選んでくれたオールマイトに応えるために。負けるか。そんな力を持っても、てめえのもんにしても、なんで負けとんだ。